どうもこんにちは、吉田のりまさです。はい、今日も行ってみましょう。英単語、今日はアンガーですね。アンガー、発音的にはですね、アンガーとかそういう感じだと思うんですよ、多分。はい、日本語的に分かりやすく言うとアンガーですね。怒りとかですね、激怒とかそういう意味ですね。アンガー、アングリーって言葉があるじゃないですか。アングリー、まあだから分かりやすいですね。アンガーとかね、はい、怒りとか激怒とかいうんですね。はい、で発音がすごい難しいんですよね。これって多分あれかな、僕がですね最近自分の英会話教室で習ったですね、強い意味で表すのを ER をつけるよっていう風に教わりました。例えばストロングとかをストロンガーっていうっていうのをね教わったんですけども、そのガーっていう時にですね、ベロをですね、ベロを、これベロを、こう、ベロってこう、レッてか、レッて、レッて、自分の方にか、レッて、反るっていうかね、ウェッて反るわけですよね。自分の方に。で、っていう風にね、習った ER かな？わかりませんけど。よいしょ。もしそうだとしたらですね、今言ったように、下を、戻して、うんってやって、あーってやってたんですよ。ストロンガー。これ日本人がすごいね、苦手とするところで僕も苦手だったんですけどね。だから、アンガー、難しいですね。なんで特別に発音を。ちょっと違うかな。アンガー。ちょっと日本語カタカナに近いですね。うん。まあ、アンガーですね。アンガー。アンガーですね。アンガー、激怒。で、これ覚えるのはですね、まあ、アンガーでも覚えると思うんですけども、アンガーコントロールとか言うそうなんですね。自分の怒りをコントロールする。アンガーマネジメント、マネジメント。アンガーマネジメント、マネジメントとも言うそうなんですけども、アンガーコントロールを、これはですね、ちょっと最近ですね、アンガーコントロール、をやってるというか、私自身がですね、あるポッドキャストを聞いていてですね、ドナルドが怒るときっていうのはですね、自分のキャパシティを超えたときなんだと、で自分の、心の叫びなんだということをですね、ポッドキャストで聞いたんですね。あ、なるほどなと。自分の手に負えないようなときにですね、自分のキャパを超えたとき、そういうときにね、怒ると、例えば男女間でですね、なんで浮気したのとかですね、なんで言うこと聞かないのとか、まあいろいろあると思うんですけど、そういう、なんて言うんでしょうかね、自分の範疇を超えたというかね、コントロールを超えてしまったとき、怒鳴ったりするそうなんですね。ですので、その時は怒鳴るのではなくてですね、まあ、どうしたらですね、その問題が解決できるかっていうのを考えればですね、まあ怒りもですね、収まるし、例えば相手、自分じゃなくて仮に相手がですね、まあ、怒鳴ってたりしたときに、あの人も、心の叫びを言ってるんだなみたいな感じでね、思うとね、まあ、かわいいねみたいな感じでね、思ってきて、こっちも怒ることがないみたいなことを、簡単に言うと言ってましたけれども、あ、なるほどなと。で、それが、アンガーコントロールというですね、キーワードは、そのポッドキャストでは出てこなかったんですけども、結局そういうことだなと思ってですね、自分がアンガーコントロールというのをですね、意識したりですね、今後使うんじゃないかなと思ったんで、自分が覚えやすいようにですね、書きました。アンガーコントロールですね。アンガーコントロール。アンガーコントロールと覚えてもいいかなって自分では思ってるんですけども、そんなわけで、アンガーは怒りということですね。はい。はい。自分なりの、まあね、覚え方、いろいろあると思うんですけど、アンガーですね。はい。ということで、今日ご紹介したのは、怒りとか激怒という意味の anger でございました。